はい、流進法でございます。今回はですね、修行についてね、のお話をしたいかなっていうふうに思います。まあ、よくね、修行って聞くと、まあ、いろんなタイプの修行があるんですけども、なんか少年ジャンプ的なね、敵に勝つためにこうなんか筋トレをしたりとかトレーニングをしたりとかね、そういう修行ってあると思うんですけども、まあ、僕自身がね、今回話したいのは仏道修行についてのね、お話をしたいかなっていうふうに思ってるんですけども、まあ、いろいろな修行方法ってありまして、まあ、よくこう皆さんがイメージする修行、仏道修行のね、イメージする修行で、まあ、こうメジャーな修行が多分滝に打たれたりとかね、滝行とかね、水をかぶる水行とかね、あとずっとねお経を唱えるっていうね、読経修行とかね、そういうものを思い浮かべる方が多いかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、そのいわゆるその源流をたどっていくと、インドのね、インドの修行で、まあ、そういうその、苦行っていうね種類の修行がありまして、まあ、これはどういう概念かっていうと、人間の体っていうのは汚れているから、その汚れているものをきれいにするために肉体を痛めつけてね、で心の中をきれいにしていこうみたいな、そういう発想で、まあね、水の中に、ずっと潜ってね、息を止めるとかね、手をねずっと上げたままにして、下ろさないとかね、髪とかひげを決して切らないとかね、刃物を当てないっていうこととかね、まあ本当にいろいろなこう苦行がありまして、まあ、それが、まあ、ベースとして、まあ、今のね、この現代の日本でもそういう苦行の一環として何かをするっていうことの修行が非常にこうイメージとしてね持たれやすいと思います。はい。で、まあ、実際にねお坊さんの世界でも、まあ、本当にいろいろなこう苦しみを伴う修行っていうのがあるんですが、まあ、先日ちょっとね、いろいろとその修行について、周りの方とお話ししてて思ったのは、やっぱり修行してその行がね、完成した時に、行が終了した時に、まあ、一種のこう自己肯定感っていうものが出てきて、まあ、簡単に言うと自信が出てくるっていうようなね現象があると思います。自分は苦しい修行をね完遂したんだ、でその修行に行ってないお坊さんに対してね、いやお前はダメだと、もっと修行しろみたいなね、俺は頑張ったんだみたいなね、そういうその自信がついてくるっていう面があると思うんですけども、じゃあ例えばね、これそのじゃあお坊さんじゃないと偉くないのかっていうね問題って出てくると思うんですよ。例えばね、もう毎日ね辛い満員電車の中ね、もうぎゅうぎゅう周りに押されて辛い思いしながら働いているねサラリーマンの方、これもうめっちゃ修行じゃないですかね。例えばね、頭がはけてしまうぐらいストレスをね感じてても、家族のために働くお父さん、めっちゃ修行じゃないですかね。受験勉強頑張る学生、めっちゃ修行じゃないですか。ただね、思うに人生の中でね、まあ見方を変えるといろんな修行があるじゃないかと。そして別にお坊さんでなくてもね、山にこもらなくても、
滝に打たれなくても、苦しいことってたくさんあるし、それに耐えなければいけないこともある。そして、その耐えたことがね、頑張ったっていうことが、その後のね、心の強さを得たりとか、何かにこう耐え抜くっていう強さを得たりとかね、そういう強さを得られるのだとしたら、やはりそのいろいろな形の修行があるってことを認識できてればそれでいいのかなっていうふうに思うんですよね。だからまずはね、まあ自分に負けない、自分に打ち勝つっていうね、修行を、日々ねするっていうことが、まあ、僕らの人生修行なのかなっていうふうに思うんですよ。まあ、あとはその学びっていうものの捉え方がね、一個重要かなっていうふうに思うんですけれども、まあどんな修行してもですね、滝行でも何でもいいです。だけど毎日滝に打たれているだけだったら、これ何のその無自覚にね、滝に打たれてるだけだったら、これ何の意味もないですよ。ただ滝を水に浴びてるだけで、そうではなくて、これ仏道修行の場合ですけれども、滝に打たれながら瞑想状態になることによって、何か新しい気づきだってあったりね、学びがある場合は、これ修行の意味があるわけじゃないですか。要はその修行している自分に陶酔しちゃダメなんですよね。そこから日々学んで発見することが大事であって、要するにそこから重要になってくるのって、こう頭を動かし続けるっていう、その考え続けるっていうことであったり、何かを感じ続けることなんですよね。やっぱり心がね、無の状態で保たれていて、で無になる修行っていうのはあるもちろんありますけれども、無のままではいけない。やはり無の中から悟りの状態に近づいていく知をね、得られる知、あの知恵の知ですね、知を得られる状態になること、つまり仏の悟りとは何ぞやということに対する回答をね、修行を通してそこに近づいていくとかね、それに触れていく、もしくはこういうことだっていう気づきがあるっていうことが本来の修行の目的だし、やっぱりそのための手段として修行があるわけで、ですから、その苦しむっていうことの、そこにフォーカスを当てるのではなくて、じゃああなたそこから何を学んだんですか、ね、自分が苦しいした思いをした分だけ人に優しくなれるとかね、困った時がいた時に助けてあげられるとか、人のためにね、自分が動くことができるとかね、そういうその優しさを手に入れたり、思いやりを手に入れることができたのであれば、まあ、修行した意味があったのかなっていうふうに思うんですよね。やっぱり厳しい修行を完遂したっていう、その自己陶酔感によってしまって、あ、私苦しいんですっていうね、相談を受けた時に、いや、それあなたの努力が足りないからだよとかね、それ思い過ごしだよとかね、そういう回答の仕方をしてしまってる時点で、もうそれはその人の気持ちに寄り添ってないし、共感もできてないしね、うん、それはあなたに悪霊がついてるからいけないんだみたいなね、ことを言う人ではなくて、その人がどうやったらね、その苦しみからを取り除いてあげることができるのかなとかね、その人のために何かしてあげられることないかなっていうことを考えられる人になれることがね、その修行の意味があるのかなっていうことを、僕はなんとなくちょっと考えてました。はい、まあそういう意味ではね、本当人生修行ってずっと続いていくし、やはり頭と心がずっと止まっている状態ではダメなのかなっていうことをね、なんとなくこうぼんやりね、考えていました。はい、じゃあ今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。